前回までのあらすじ。遡ること3ヶ月、うどんタクシースポーツジムレフコに呼び出されるヤグタウン。さぬきうどんを食べながらも健康な体を保つことができるかの実験体に抜擢される。しかし企画初日の体重測定ではなんと身長165センチに対して体重72キロ。健康な体を保つどころか完全に肥満体である。そこでタクシードライバー兼ジムパーソナリティのラムちゃんに3ヶ月間レフコのパーソナルについてもらい、肉体改造に取り組むことに。目標は標準体重の60キロ。3ヶ月間で12キロ減の目標となるが、毎日うどんを食べながらもそれは達成できるのか。その結果測定が今まさしく行われようとしていた。3ヶ月経ちました。最後の測定です。お疲れ様でした。一応最初の目標、標準体重まで戻しましょうで動いて、標準体重が60キロ。そうですね、約60キロ。何だったっけ、元が59.9 ね、59.9 か、はい、元がもう約72キロです。 71.9 から 59.9、 とりあえずそこが目標値ということで、頑張ってきたんで、はい、最後の測定、はい、最後の測定やっていきましょう。はい、はい、あー、もうこれも最後の計測か。お願いします。見えとるる、ヤグさん。いや、ちょっともうこれちょっと数値出るから見たくない、今緊張する。長いね。長いね。もうぼちぼち。2本がいい。お願いします。オッケーです。出た。でも降りていい？いいかな。はい。はい。あと紙が出てくるんやな。はい。ありがとう。それでは結果の前に、ちょっと今までこんなことがありましたよっていう簡単なハイライトを流したいと思います。スタートから1ヶ月ごとぐらいに動画を撮らせていただいて、経過報告みたいなのもしてるんで、それを踏まえた上で3ヶ月後どうなったんかっていう結果見ていただければと思います。どうぞ。あ、ラムちゃん。こんにちは。こんにちは。はい、ということで新人ドライバーラムちゃん、ラムちゃんです。今日から3ヶ月間長いやってると、あっという間だと。3ヶ月集中パーソナルコース。何がやばい。細かいところからいくと、体重、筋肉量、体脂肪量と今こんな感じ、数値が、うんうん、で、適正目標がめっちゃ多いん。どういうこと？ 8.9 何をどうしたらいいんだ。体重は 59.8kg に しないといけないわけではないんですけど、それぐらいがいいですよ。なのでマイナス12kg。マイナス12kg。すごい。45秒。はい。あー、ビーバー。バービー。9。そう。健康的にうどんを食べていきましょうということですね。まあ僕もうどんを紹介する YouTuber として、確かに今のあの数値じゃまずいなっていうのは分かっちゃったんで、とりあえず3ヶ月間。そうですね。頑張りますんで、まあビシバシ動いてください。はい。はい、ということで、はい、到着しました、こちら。私飲むんですか？俺は飲む。飲んじゃダメですよ。ちょっと飲みがちやけど、まあそのあたりも気をつけてっていう。新メニューの肉わさび醤油を試食してるよ。炙っとるからか、なんか牛の脂みたいなのが身についたよね。それがめっちゃうまい。でも回さず、うん、うまい。熱い。1ヶ月やっての測定結果、
まあもうはっきり言ってそんなに良くないというめっちゃ車止まっとるやん。え、止めれる？これ止めれるか。そうでしょ、もうだって1時やで。面道場イモトンチさんになります。切ったらどう？美味しい？弾力がめっちゃあります。うまい。へえ、うまい。サイド徳島の人もわざわざ香川来なくてもこれ食べれるんやったらここで食うわって感じだったね。3種類食えたっていうのが個人的にめっちゃ嬉しくて、もともと72キロのところ60キロまでマイナス12キロ3回頑張ってみますね。おや？さて何もですか。目が霞んで見えない。 54.8キロ。もうこれはクリアでしょ。 OK 標準体重より落とせました。なんならまだプラス5キロできる。あ、もう5キロだから筋肉減らせるわけだ。はい、OK、体脂肪が良好になりました。え、どこどこどこ。体脂肪、今までずっと肩だったんですよ。本当脂肪は本当や。マジやった。これめっちゃ嬉しいんだけど。良好、これはいいなです。はい、一回止めよう。よし、はい、ということでなんとですね、結果体重を落とすことに大成功いたしました。本当に頑張った。もうねめちゃくちゃ頑張りました。で、細かい数値とかなんですけど、それはうどんタクシーチャンネルの方でも今日動画がアップロードされているので、そちらの方で見ていただければと思います。で、さらになんですよ、これ成功した後なんとね、うどんタクシーさんがご褒美くれるっていうことで、すごいご褒美いただいてます。それもうどんタクシーチャンネルの方見ていただければと思います。はい、今日はマクドナルド食べてるんですけど、もうね最高に美味しかったです。本当に美味しかった。でもね、まあ、別に毎日マクドナルド食べるとかじゃなくて、時々、こういう風な贅沢もしつつ、しっかり毎日健康的に食べて、今後も YouTube やっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんも体に気をつけて、飲食、さぬきの巡りやっていただければと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回の動画も楽しみにしてください。ご褒美が本当すごいんで、楽しみにしてください。それじゃあさようなら。1, 2, 3, 4.